株式会社シーサイドコミュニケーションズは日本のラジオ番組制作会社東京都港区に本社を置くラジオ関西で数多くのアニラジオを手掛けた植木雄一郎がラジオ関西大社後2010年8月に設立した会社である事業内容は以下の通りである超 A&G ニコニコ動画を中心にラジオ番組を制作プロデュースしている レーベル、シーサイドコミュニケーションズで、音楽シングル、アルバム、各ラジオ番組によるアルバムなどをリリースしている。各ラジオ番組にて発売、オーディオ CD、MP3CD の2枚組で発売されることが多い。DVD が付属する場合もある。この節では、シーサイドコミュニケーションズの主催による、制作ラジオ番組報道のイベントを収めた、映像作品について表記する。 ラジオ番組単独のイベントを収めた映像作品については、それぞれのラジオ番組のページを参照。この節では、シーサイドコミュニケーションズの主催による制作ラジオ番組報道のライブイベントトークイベント、またはシーサイドコミュニケーションズの主催による年末年始イベント、植木祐一郎によるトークショーについて述べる。ラジオ番組単独のイベントについては、 それぞれのラジオ番組のページを参照。2番組以内で行われた合同イベントについては、それぞれのラジオ番組のページを参照。シーサイドライブフェスシーサイドサマーフェスティバルシーサイド、ウィンターフェスティバル12月特別イベントとし越しイベント1月特別イベントシーサイドトークショー。この節では、シーサイドコミュニケーションズの主催による制作ラジオ番組合同イベントのグッズ、または、 シーサイドコミュニケーションズの主催による季節イベントのグッズについて述べる各ラジオ番組単独のグッズについてはそれぞれのラジオ番組のページを参照ありがとうございます